ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P ラブ城極上のハーレム体験を完全攻略していきましょう。2024年5月にアムテックスから導入された319の ST 継続率約 72% の一種二種 ST タイプです。ボーダーが 17.0、 ヘソ昇級は1玉。通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約240回転から290回転前後、時速は約240回転前後です。電サポ中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.05、アタッカーのオーバー率は3から5割は狙えます。保留消化は電柱優先でヘソ保留の維持が可能です。大当たり中の離席タイミングはサポラスト回転以外で保留がない状態であれば可能となっております。本機のカスタムは全部で6種類、おすすめは6種類すべてオンに設定しましょう。アタッカーは15玉昇級10カウントの1種類、ラウンド数は3ラウンド10ラウンドの2種類です。3カウント入賞後打ち出しストップ、9カウント入賞確認後ひねって弱強の2発で弾を固めます。また連チャン時の1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。 V を狙えの指示と同時に打ちっぱなし開始、5カウント入賞と同時に弱から強にひねるで対応しましょう。ラウンド間のインターバルは短いため打ちっぱひねりの方が消化効率が良いです。電柱は ST34 回転プラス残保留4個と1万回転の2種類、電柱は2回砲1パターンの1種類になります。 ST34 回転は電柱が閉じたら 2,3 発打ち出しで対応、3000発ボーナス以上の区間の ST1 万回転は打ちっぱなしで対応しましょう。一番下に一玉返しのポケットを搭載しており、あまり無駄玉が出づらい仕様となっております。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ライン例が介入 100% で 18.0、 介入 0% で 20.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転2400回転、単価 8.4 円以上を目指して行動していきましょう。現実的な数字としては 25% から 50% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。